こんばんは。ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。5月14日月曜日の全国の天気をお伝えします。西日本や東日本では天気回復し、日差しが届くところが多くなります。気温はぐっと上がり、昼間はカラッとした暑さとなりそうです。北日本ではこちらでは雲が多く、午前中を中心ににわか雨の可能性があります。日差しが届くと過ごしやすい体感となりますが、日差しが届きにくい日本海側のエリアではひんやりとした体感となりそうです。服装でうまく調節をしてお過ごしください。以上、全国の天気をお伝えしていきました。それではこの後も素敵な時間をお過ごしください。